元プロ野球選手で投手として活躍し、現在はタレントの坂東英二さん。近年はほとんどメディアでお見かけしませんが、なんと消息不明という情報があります。一体何があったのでしょうか。また妻の陽子さんの家柄がすごいという噂です。今回は坂東英二さんのご家族、そして近況について調べましたのでご紹介していきます。坂東英二さんの妻は陽子さんという方です。一般人なので顔写真は見つかりませんでした。調べてみると、陽子さんは由緒ある家柄の方のようです。坂東英二さんは皆木黒田家の16代目当主である黒田稔男爵と、松本健次郎の娘である園子さんの娘である5歳年上の女性陽子さんと21歳で結婚しました。妻の陽子さんは旧姓を黒田陽子といい、1935年生まれです。そして2018年4月83歳で逝去されました。坂東英二さんより5歳年上の姉さん女房だったようです。また兄の黒田美春さんはカントリー歌手として活躍していました。坂東英二さんの妻陽子さんの死因は何だったのでしょうか。前述の通り、陽子さんは2018年に他界されています。死因などは公表されていません。坂東英二さんは2018年9月28日放送の今夜解禁ザ・因縁で草野仁と共演した際に妻の死を報告していました。家内は残念ながら、この夏僕を置いていきましたと初めて告白したのです。一般人だったことから公表されなかったのかもしれません。妻陽子さんはお金持ちだったことで知られています。彼女の父黒田稔さんは男爵で旧福岡藩の国老である皆木黒田家の第16代当主、母は安川財閥の次男の娘でした。安川財閥は炭鉱で財を成した筑豊御三家の一つです。戦前の実業家、政治家で私立明治専門学校の創設者でもあります。父も母も代々由緒ある家柄だったことがわかります。そんな陽子さんのご実家は正常にあったと言われていますが、すでに売却されたようで、画像も場所も特定できませんでした。坪数は1000坪、資産価値は20億円あったと言われています。2024年時点の成城学園全駅全体の土地価格相場は 249.9 万円坪となっており、現在も家を所有していたら約25億円の価値があることになります。これだけでも相当なお嬢様であることが分かりました。さて、最近は毎週放送後に SNS で話題になっている工藤官九郎さん脚本のドラマ不適切にも程があるですが、これは阿部サダヲさん演じる昭和のダメ親父な主人公の体育教師小川一郎が1986年から2024年にタイムスリップし、コンプライアンスにうるさい現代社会に驚きつつ、昭和と令和を行き来しながら出会った人々と絆をつなぐヒューマンコメディです。3月9日放送の第7話では、2024年から1986年にタイムスリップした社会学者の崎坂栄が、共にタイムスリップした息子の担任である安森先生から突然告白される展開に。数日後、栄は言います。坂東英二だと思うことにしました。そしてドラマでおなじみのミュージカルで揺れる気持ちを表現しました。すると放送後、坂東英二の名前が登場したことで SNS は大盛り上がりとなったのです。坂東英二もはやレギュラー、坂東英二出過ぎ、ドラマに出ていないのにもはやキーワードになっている坂東英二。今回のミュージカルの場面、いつもと違ってドラマ終盤じゃなく中盤、少人数、明確な原曲が不明だけど今までで一番良い気がする。吉田羊さんのこと、今夜で改めてファンになった。このドラマ、どんだけ坂東英二好きなのよ。坂東英二さんが常連出過ぎと言われるのには理由がありました。実は3月1日放送の第6回でもその名前が登場していたのです。2024年の世界でテレビ局のカウンセラーとして働く一郎がすごいぞ
1985年の不倫ブーム、坂東エイジだってモテたんだから、聞いたことない。金妻、と話すと、場面は1986年に切り替わります。吉田さんが、当時放送されていた不倫をテーマにしたドラマ、金曜日の妻たちへ、に夢中になりながら、坂東エイジの好感度、爆上がりだわ、とつぶやくシーンが放映されたのです。坂東エイジさんの2週連続登板で SNS では、最終回で坂東エイジが見たい。坂東エイジは今どこに、令和の今、ドラマに出演してほしいという声が上がっていました。話題となっている坂東エイジさんですが、かつてはプロ野球選手でした。66年前の甲子園で大会通算83奪三振の大記録を樹立。1959年に中日ドラゴンズに入団し、1969年に現役を引退すると、当時としては珍しいタレント転身を遂げました。前述の俳優業のほか、クイズ番組の司会も務めるなど、マルチに活躍していましたが、2012年、事務所による所得隠しが発覚し、芸能活動を休止。その後、活動を再開するも、メディアに登場する機会は激減していました。そして2020年、転倒して頭部を強打し入院すると、2021年には個人事務所を閉鎖しています。事実上の引退どころか、消息すら不明と言われているようです。2023年8月に某週刊誌が関係者に取材を行い、その行方を追っています。まず、入院報道当時に住んでいた大阪市内の賃貸マンションを訪ねたのですが、すでに引っ越していたようです。さらに手がかりを追うため向かったのは彼の故郷である徳島県番東町。坂東エイジさんは高校卒業までそこに住んでいました。今でも鳴門市には多くの親戚が住んでいるようですが、いとこの一人は絶縁状態だと言います。エイジとは4、5年前、元気だった頃に大阪で会ったのが最後。東京で娘さんと暮らしていると聞きましたが、今は付き合いは全くないし、連絡もない。実は、エイジがプロ野球に入団した時、エイジの父親は大金を持って徳島を離れたきり、残された親族とエイジたち一家の間には壁ができてしまったんです。だから、エイジの姉の方が私たちよりも最近の事情を聞いているに違いありません。とのこと。坂東エイジさんは4人兄弟の末っ子で、自主の S さんは神戸に住んでいます。S さんを訪ねると、高齢にもかかわらず、しっかりとした口調で取材に応じてくれました。東京にいるエイジの娘たちが、エイニを連れて行ったきり一度も会っていない。エイジが今どこで何をしているのかはわからないんです。エイジの長女から、誰にも何も言わないで、と言われましたが、あれが最後だから。としています。そして不安な心境を吐露するように S さんは唐突に、実際、まだ生きているのか死んでいるのか、こう切り出しました。エイジの奥さんが亡くなった時も私には何も連絡がなかったし、エイジはもう死んでいるかもしれない、と思って戸籍を調べるしかないなと考えていたんです。と述べています。坂東エイジさんには、2018年に亡くなった妻との間に2人の娘がいます。閉鎖した個人事務所 E の代表清算人となったのが次女の T さん。長女の I さんは坂東エイジさんが自宅にしていた都内のタワーマンションの別棟に今も住んでいるそうです。記者は I さんに徳島や神戸で聞いた親戚の不安をぶつけましたが、言葉づくなに、私はわかりません。私たちはもう何も関係ないですから。と申し訳なさそうに答えたそうです。行方を知る最後の手がかりである次女 T さんの自宅を訪ねましたが、応答はなく、ある期日までに連絡するよう求めても、返事はなかったそうです。後日、姉の S さんを再び訪ねると、S さんは前回とは変わり、厳しい口調で、私はエイジとは何の関係ありません。どうしているか調べたところで先に私の方が寿命なんだから。私が連絡したら、エイジだって迷惑するでしょうし、と話したそうです。数々のスキャンダルにより、
謹慎していた坂東英二さんはその後芸能活動を再開されていました。2013年11月24日ナインティナインの岡村隆史がメイン司会を務めるインターネットテレビ番組めちゃにゆるんでるに出演し、こんなに大きな声で話すのは1年ぶり、大きな声を出せて嬉しかったと、とにかく出演できたことが嬉しかったようです。その後2013年12月9日にはラジオ番組吉田てるみ飛べサルバドールに出演し、2013年12月25日には地上波へ復帰。アカシアサンタの史上最大のクリスマスプレゼントショーでした。以降、徐々にテレビやラジオに出演するようになり、しばらくフリーで活動されていましたが、2014年1月16日には吉本興業に所属。この所属は活動の幅を広げたいという思いと、吉本興業所属のアカシアさんまや元タレントで親交の深かった島田紳助さんの後押しがあったからです。こうして芸能界で再び活躍することができた坂東英二さんでしたが、以前のように仕事が来ないと啖呵を切り、2018年3月末で吉本興業との契約を自ら解除されています。そんな坂東英二さんですが、吉本興業所属後の2016年8月8日、YouTube BE チャンネルを開設しました。BE は坂東英二の略かと思いきや、BOILEDEGG、ゆで卵の略なのだそうです。初投稿は2016年9月5日。当時流行していたエグスプロージョンの本能寺の変の完コピに挑戦していましたが、さすがは元プロ野球選手。年齢を感じさせない動きだったようです。いろいろなことに挑戦したり、ゆで卵を食べる動画などを配信していましたが、2017年2月17日更新のスポチャでロデオに挑戦した動画を最後に更新が止まってしまいました。2018年3月末に吉本興業を退所後は主にラジオパーソナリティとして活動していましたが、2020年7月22日レギュラー番組の収録に現れないことがありました。さらに同年同月には前述のように自宅で転倒して頭を強打し入院。これにより彼が出演していたラジオ番組や出演していたバラエティ番組が打ち切りとなり、芸能界から姿を消すことになったのです。以来2024年現在まで芸能活動は行っておらず、消息不明と言われています。ではなぜ坂東英二さんはテレビから遠ざかってしまったのでしょうか。理由はいくつかありますが、一番の理由は脱税でしょう。簡単に経緯を振り返ってみます。2012年7500万円以上の所得隠しが発覚し、脱税が原因で芸能界から干されたと言われています。1988年国税庁の確定申告 PR ポスターのキャラクターとして起用されていました。また名古屋市に住民票を置いていたことから、確定申告期間中名古屋国税局に出向く姿が毎年報じられていました。しかし2012年に名古屋国税局はオフィスメイワークに税務調査を行ったところ、同社が2011年8月までの7年間にわたって約5000万円の所得を申告していなかったことが判明したのです。所得隠しを含む申告漏れの総額は約7500万円にも上ったことから、同社はこの事実を認め、直ちに修正申告と追徴税の支払いを行いました。名古屋国税局は坂東英二さんが自らの指示で所得隠しを続けていた可能性を指摘しました。順風満帆に見えた芸能生活でしたが、2012年末のこの事件をきっかけに芸能界から干されることになったのです。また2019年2020年と坂東英二さんは TBS 系番組水曜日のダウンタウンに出演され、これがおそらく最後のテレビ出演となったのですが、この時の坂東英二さんの振る舞いに異変が見られ、ネット上では全シーンカット2億円事件と炎上したのです。一つ目は2019年6月12日放送の水曜日のダウンタウンでのことでした。中継中に現れるヤバめ素人に対応できるか、
というテーマで坂東英二さんにドッキリが仕掛けられたのです。ロケ中の坂東英二さんに何度も話しかけてくる男性が登場します。最初はにこやかに対応していた坂東さんでしたが、その表情は次第に変わっていきました。そしてついに坂東英二さんがある行動に出た瞬間、カメラが切り替わり映像が止められたのです。自分に絡んでくる素人の男性を追い払おうとする坂東さんの姿が映し出され、その後早送りで映像が流れましたが、どうやら素人男性につかみかかった様子、殴りかかったようにも見えたため、スタジオでは悲鳴が上がりました。ミズダウの出演者は皆不安そうな様子を見せ、結局そのまま全シーンがカットされたのです。常にギリギリの笑いを狙うミズダウらしい企画とも言えますが、一方坂東英二さんにも批判が集まりました。暴力を振るったのでは、坂東英二は感情をコントロールできなくなっていると SNS は大炎上したのです。そして2つ目は坂東英二の2億円事件と注目を集めた2020年1月22日放送の水曜日のダウンタウン。これがまたドッキリ企画でした。子供からもらった松ぼっくりを家まで持ち帰らざるを得ない説の検証で仕掛け人の親子が近づくと、大歓迎の様子だった坂東英二さん、母親と握手し満面の笑みで子供を抱き寄せていました。子供はありがとうと松ぼっくりを坂東さんに渡すと、その場では受け取ったものの、ロケバスに戻るとすぐに捨ててしまったのです。その後再び同じ親子に握手を求められましたが、坂東さんはもう勘弁してくださいと拒否し立ち去ってしまいました。スタッフがネタバラシすると、坂東さんは騙されたと憤りをあらわにし、どうせ番組にとって都合の良いところしか使わないのだろうとスタッフに詰め寄り、僕がこれから言うことを絶対使いますか、約束してくださいよ、使わなかったら2億円くださいと、なんと一筆書くように要求したのです。放送後坂東英二は X でトレンド入りし、坂東英二さんの行動には賛否両論が集まり、こちらも炎上状態となりました。一方で怒りっぽい、記憶力がないことから認知症を心配する声も多く見られました。一部では坂東英二死亡説まで流れていましたが、2024年現在亡くなったという報道はありません。いかがでしたでしょうか。今回は坂東英二さんの近況を中心にご紹介しました。2020年10月には週刊文春が報じた坂東英二さんのマネージャーのコメントによると、本人はそんな悪い状態ではなく、日常生活も普通に送れています。ただ高齢ということもあり、今は医師の指導のもと仕事をセーブしています。しかし坂東は、死ぬまで仕事をしたい、という人間なので、医師からの許可が下りれば復帰を考えたいと思っています、としています。もちろん、お体が第一ですが、消息不明との噂もあり心配ですね。ふてほどで再び注目が集まっている今、どうか元気なお姿をもう一度見せてほしいですね。